今日から大手鉄道会社に就職が決まり、晴れて社会人1年目だ。給料も高く、ボーナスもあり、福利厚生も周りと比べてもいい方だ。しかし、この先この激務に耐えられるか僕は不安だ。そうこうしていると、今日も奴がやってきた。はい、どうされましたか？途中下車させてくれ。ちょっと切符を確認しますね。はいよ。お客様、申し訳ございません。こちらの切符ですと途中下車ができないんですよ。え、なんでだ、聞いてねえぞ。しゃくれおじさん、本名大木島実、年齢56歳、独身、職業クレーマー、性格キレると周りが見れなくなる、特技キレること、趣味酒に合うおつまみ探し。切符の区間が101キロ以上ないと途中下車ができないんですよ。ふざけんなよ、そこのちくわ海底だけなんだよ、行かせろよ。ちくわですか？もしかしたらホームの売店にもあるかもしれませんよ。なかったからここまで来たんだろ、行かせろよ。すいません、そう言われましてもルールですので。そんなこと言わずに行かせてくれよ、すぐそこにちくわがあるんだからよ。他のお客様にも守っていただいておりますので。他は他だろ、俺はちくわを買いてんだよ、行かせてくれよ。そう言われましても。ここ豊橋のちくわがうめえのはお前も知ってんだろ。まあ確かに、ここのちくわはスーパーとは比べ物にならないぐらい噛み応えもあって味も最高です。何よりもちくわのあの少し焦げた表面、たまらないんですよ。もっと食いたくなるわ、洗面所が。そんなこと言うんだったら行かせてくれよ。いやでもルールですので。あんた万が一鬼だな。おい、そこの兄ちゃん。はい。小遣い欲しいか？ああ、はい。やるからよ、ちくわ買ってきてくれ。そんな欲しいんだ。